こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は太ってしまった時正しく痩せる方法というところで、体重が増えた時にどのように考えてどのように行動すればうまく痩せることができるのかっていうことについて解説します。ダイエットをしている時ですね、どれだけ頑張ってもなんか体重が増えることってあると思うんですね。そうした時におそらくほとんどの人は、うわ体重が増えてしまった、食事制限をして痩せないといけない、運動を頑張って痩せないといけない、もしくはなんかうまく痩せる方法ないかなっていうところで SNS の情報を探して体重を落とす方法を模索して実践したりとか、そういう風なことをやると思うんですね。そういう風な努力っていうのはですね、確かに悪いことではないんですけど、長期的に見ていくとですね、体重が増えたから体重を落とそうとするっていう思考っていうのはですね、リバウンドにつながったりとか体調を崩すことにつながりかねないんです。なので体重が増えた時っていうのはですね、その体重が増えたという変化を正しく捉えて、そしてそれに対して正しい行動をしないといけないわけですね。今回は体重が増えた時にどのように考えてどのように行動していけばいいのかっていうことについて解説します。具体的な内容として、まずはじめになぜ体重が増えてしまうのかっていうことについて話をします。そして体重が増えるメカニズムを理解した上で、じゃあ太った時、体重が増えた時には何を考えてどのように行動すればうまく痩せていけるのかっていうことについてお伝えします。今回の話はですね、ダイエットの結構根本的なところに関わってきますので、ぜひですね、少しでもダイエット、体重を意識しているのであれば動画を最後まで見てもらえればなというふうに思います。では早速内容の方に入っていきます。まずはじめに、なぜ体重は増えるのか、太ってしまうのかっていうところなんですけど、これですね、多分人それぞれ考え方があると思うんですね。おそらく食べ過ぎてしまったとか、運動不足とか、寝不足とか、ストレスとか、いろいろあると思うんですけど、私なりのですね、体重の変化に対する考え方っていうのを話していきたいと思います。で、私のですね、体重に対する考え方の結論としてはですね、体重っていうのは基本的には生活習慣の結果でしかないっていうことになります。すごく簡単な言葉で言うと、例えば体重50キロの人っていうのは50キロの生活をしている。45キロの人っていうのは45キロの生活をしている。こういう風なイメージですね。なので、例えば体重45キロの人が50キロになってしまったっていう場合は、脂肪が増えたっていう結果、5キロ脂肪が増えて体重が増えたっていう結果はあるんですけど、その前に45キロの生活から50キロの生活に変わったっていうような背景があるわけです。これ逆も同じですよね。痩せる時も同じです。50キロの人が45キロになるってことは、もちろん結果として体重も変わってるんですけど、その大前提として生活が50キロの生活から45キロの生活に変わったっていうことなんです。で、これをですね、もう少し浅いところで見ていくと、食べる量、摂取カロリーとか消費カロリーにつながってくるわけですね。例えば体重っていうのは基本的には摂取カロリーと消費カロリーのバランスによって決まります。消費カロリーよりも摂取カロリーの方が高くなれば、その分だけ余ったエネルギーが脂肪になるので体重が増えてきます。逆に摂取カロリーの方が消費カロリーよりも少なければ、エネルギーが足りないので体の脂肪が分解されて体重が減ることになります。なので体重っていう結果に一番近いところにあるのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんですね。なのでこの食事制限とか運動によって摂取カロリーとか消費カロリーを直接変化させると、この体重という結果にはすぐに反映されるんですけど、実はですね、この摂取カロリーと消費カロリーっていうのはですね、もっと深掘りしていくと生活習慣っていうところにつながってくるんですね。例えば食事量が増えたっていう人がいるとしますよね。それをもう少し考えていってみると、実はお昼の弁当を今まで作ってたんだけど、それが作れなくなって社食になって自然と食事の量が増えてしまったとかですね、消費カロリーに関して言えば、今まで営業でたくさん歩いてたんだけど事務職になって、それで活動量、消費カロリーが減ってしまったとかですね、いわゆるそのライフスタイルの変化っていうのが起こってるわけです。で、他にもダイエットしてる人であれば、多分そうした変化っていうのはすぐ気づくと思うんですけど、そうじゃなくて食事量を減らさないといけないって分かってるんだけど、なんか食事に対する満足感が下がってしまっておかわりをするようになってしまったとか、今まで完食してなかったんだけどなんかイライラして完食するようになったとか、そういう風な変化ってありますよね。で、そうした時にですよ、ダメだって分かってるのに食事量が増えてるのに頑張って食事制限しようとしても無理ですよね。で、ダメだって分かってるのに摂取カロリーとか消費カロリーが崩れる時っていうのは、必ずですね、その前に生活習慣に何かしら変化があります。例えばそれはですね、栄養不足があったりとか、睡眠不足があったりとか、ストレスがあったりとか、で、その睡眠不足の背景に何か自分が新しいことを始めたりとか、仕事の内容が変わったりとか、そういうふうなことがあるわけですね。なので、どうしてもですね、体重っていうと、その食事量と運動量、摂取カロリーと消費カロリーのことばっかり考えがちなんですけど、実はですね、もっと深いところまで考えて、すべての生活習慣が体重を作ってるっていう考え方をすることが大切になります。なので、なんで太ってしまったのかっていうところの結論は、太った後の体重に見合った生活習慣に変化してしまったっていうことなんですね。なので、ここをですね、しっかり押さえておいてください。食べる量が増えたのも、活動量が減ったのも、何かしらの生活習慣が変化した結
果、そこに食事量や運動量に影響して、それが結果体重として現れてるっていう風な考え方をすることが大切になります。どうしてもですね、ここの体重、結果っていうところと、摂取カロリー、消費カロリーっていうところだけ、この表面的なところだけ見ると、ここばっかり意識してしまって、太ったから食事量を減らさないといけないとか、太ったから糖質を減らさないといけないとか、そういうところばっかり考えてしまうんですね。けど、そうではなくて、食事量が増えたのには必ず、もっと奥深くの生活習慣の変化、さっき言ったように、お昼の食事の内容が変わったっていう簡単な問題もありますし、寝不足になったとか、ストレスが強くなったとか、不安が強くなったとか、栄養バランスが崩れてしまったとか、なんかいろいろ深いところもあるわけですよ。で、ダイエットを成功させるためにはですね、この深いところ、生活習慣を変えていくっていうところもやっていかないといけないので、体重はあくまで生活習慣の結果であるっていうことを理解しておいてください。じゃあですね、実際に体重が増えてしまった、太ってしまったっていう時に何を考えてどうすればいいのかっていうところなんですけど、もう今の話を聞いたら分かると思うんですよ。やるべきことは太る前と太った後の生活の違いっていうのをまず見つけることなんですね。さっきも話したように体重っていうのは生活習慣の結果現れてるわけです。なので体重が増えたっていうことは何かしら生活習慣に変化が起こってるわけですね。で、それはさっき言ったように何か仕事内容が変わったりとか、睡眠時間が短くなったり、もしくは何か新しいことを始めた、誰かと一緒に暮らし始めたとか、人間関係が変わったとか、まあいろいろなことがあるわけですよ。まあ何でもいいので、とにかく体重が増える前と体重が増えた後の生活は何が違うのかっていうところをまず考えてみてください。もちろんですね、中には何かの情報を見て食事内容を変えた、ご飯を減らしたとか、お肉をたくさん食べるようになった、チーズをたくさん食べるようになったとか、栄養のバランス、いわゆるダイエットに深く関わっていると言われているような栄養とかカロリーとかを変えたっていうことがあるかもしれないです。けどですね、大半の人はですね、そういうところではなくて、さっき言ったような仕事内容とか睡眠とかストレスとか、そういう風なところに変化があって、そしてその結果自然と食欲が増して食べ過ぎが起こったりとか、自然と活動量が下がって消費カロリーが減ったりとか、そういう風な状況で体重が増えてしまってるわけですね。なのでまずやるべきことは、痩せてた時と太ってしまった時の生活の違いっていうのを考えてみてください。で、そこの違いが見えてくればですね、おのずとやることは簡単ですよね。また痩せてた時の生活に戻せばいいわけです。もしくはそれが難しいのであれば、それに代わる何かをやっていくことが大切になります。例えば仕事が変わって営業から事務職になった、で歩く量が少なくなったっていうのであれば、仕事はどうしてももうそれは変えられないじゃないですか。で、平日の活動量っていうのもなかなか変えられないと思うんですけど、休日に少し運動を増やすようにしてみるとか、他にも、まあ、睡眠時間がどうしても何かこう新しくやりたいことがあって短くなってしまったっていうのであれば、それ以外の無駄なことを削って睡眠時間を伸ばすようにするとかですね、そういう風な工夫をすることが大切になります。で、どうしてもですね、ダイエットしていて太ったら SNS とかで痩せるための情報を探しますよね。で、痩せるための情報を探すと、この栄養を取れば痩せると、この栄養を取らなければ痩せるとか、この運動をやれば痩せるって言って、食事と運動の情報ばっかりなんですよ。けど冷静に考えてみてください。あなたが痩せてた時と太った時の違いってのは、そこの食事とか運動量の違いにあるかっていうところを考えないといけないわけです。もちろんそこのなんか栄養バランスが崩れて太ってきたとか、運動してたのにしなくなったから太ったっていうのであれば、そういう風な食事の情報とか運動の情報を元にやればいいんですけど、大半の人はですね、そうじゃないわけですよ。まあ分かりやすい例で言うと、糖質制限とかそうですよね。太ったから糖質制限をするっていう人いると思うんですけど、あなたはじゃあ痩せてた時は糖質制限してたんですかって話じゃないですか。パーソナルトレーニングも同じですよね。太ったからパーソナルトレーニングに通うっていう人いると思うんですけど、じゃあ痩せてた時パーソナルトレーニングしてたんですかって話ですよね。もちろんそういう風な食事法とかパーソナルトレーニングで健康に対する意識が強くなって、食習慣とか運動習慣とか、まあそれに波及して睡眠とかストレスとかを意識するようになって生活全体が改善するようになるといいと思うんですけど、まあそうじゃなくて囚われてしまって窮屈になってしまう人の方が多いんですね。なので太ってしまった時っていうのはですね、もう一回考え直してみて、太る前ってどんな生活したかな、今と何が違うのかなっていうところを見直してもらって、その差をですね改善していくような努力をしてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。結局体重が変化するってことは、何か生活習慣が崩れてしまっているので、新しく食事制限とか運動とか何か痩せることをやるのではなくて、生活習慣を戻すっていう視点を持ってダイエットをやってもらえると、失敗もしにくいですし成功もしやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。ではまた。